ピーマン TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは、平天くんでーす。今回は群馬県太田市にございます、フレンド太田伝さんに来てます。はい、久しぶりのフレンド太田伝さんね。こちらのお店、なんと10時55分閉店。10時50分じゃなくて10時55分ですからね。すごい、ということで、まだね、30分ぐらいあるんですけど、スロットもね、そんなにね、たくさん設置してるわけじゃないんで、台選びがサクッと決まっちゃったら結構長い時間打つことになりそうなんですけど、まあいい台だったらね、一撃秘めてますから、早速店内に行ってみたいと思います。入店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 。入店入店、やってきました、フレンド太田伝さん。それでは早速店内に出て見に行きましょう。ちょっとね、正面ではいはい、じゃあ入店入店で、入店入店。さあ、パチンココーナーを通り越して、はい、変な怪しいやついますけど、じゃあ早速今日は久しぶりにやってきたフレンド太田伝ね、ラインナップも変わってると思いますからね、ちょっと見に行きましょうか。あ、ハーネスありますね。あ、314ゲーム314ゲームですよ、ねえ、ヘルゾーン狙っちゃいますか。あ、316って罠っぽい、これなんか罠っぽいのが2台ぐらいある打っちゃおうかな、いい台なかったら。ただ4000円ぐらいかかるよな、400だから。しかも400到達してさらに回さなきゃいけないから5本ぐらいかかるよな。はい、まあね、ゴーゴージャグラー、スーパーミラクルジャグラー、ニューパルサーデラックス、サンダー、花火、大量とノーマルタイプ並んでるんですけど、ちょっと剛性がね弱いです。はい、お、すごいね、スロット魔法少女マドカマギが初代ですね。本日の最大サマエがなんと5305枚でございます。はい、続きましてミリオンゴッド神々の凱旋、本日8000枚オーバー、すごいね、33だってね、すごい、 PGG3 回も引いてるよ、そりゃ行くわな、うん、はい、スロット80台しかありませんけどね、なんと政宗7000枚、化け物語4000枚出てますよ。こちらの絆、なんと本日8000枚ですよ、8000枚、すごいね、マジか、スロット80台ですよ、大丈夫ですか、こんなに出して赤字になっちゃいますよまあそんだけね、気合を入れて営業してくれてるということで、じゃあジャグラーコーナーね、ちょっとデータ見に行きましょうか。強打あるかな、強打あるかな、あーすごいね、2000枚出てますよ、この台ね、合成わかんないですけど、あー、みんなのジャグラーが108分の1っていう台がありますね。ほう、ちょっと怪しい人が左前にいますけどちょっと怖いですね。えい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 、ありがとうございます。なんか強い台あるかな、141154、なるほどえい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 怖い108分の1ですよ。はい、ねえ、2000回転、2000回転か、もうちょっと待ってくれてるとないんですけど、すごいね、11連だって、すげえな、失速そうだな、かといって他に打てる台ねえもんな、うん、じゃあこれでいきましょうかね。はい、それじゃあ今回は久しぶりにみんなのジャグラーで行ってみたいと思います。えいえい、今回平天くんが選んだ台は北谷さんのみんなのジャグラーでございます。恐れ入りチャンス、
久しぶりに打つね。ただね、怖いよね、11連スタートですからね、ちょっと中だるみが怖くそう。お、うい、あー残念、ブドウが良くないね下村だとは思うんですけど、追加投手ハーデスの方が良かったかなまあ10分で当てて10分消化できれば、10分っていうと150、60ゲームぐらいかける3だから500枚か、400、500枚、いやジャグラだよな、そうすると、うん、おなんだって君はそうやっていつも俺の隣で当てるよな、うわビッグだよそういえば熊坂場の時も当てたな、マジかお前俺の隣で4ゲームとか、あーバケなんだね、いいね、なんとかしねえと、ノーペカやばいよ、20分遊戯のノーペカやばいね。追加投手4本目、あと15分もあるよもうちょっとでね、またプラス収支ってところまで来て、また連敗してるんで、ちょっと連敗を止めたい。みんな当ててんな、でーすごいな、44ゲームすごい、そろそろ当たりが欲しい、え、4本目残念、追加投手5本目ですマジか、お、レバーをよかった、ピエロでもないチェリーでもない、バケなんだね、140ゲームぐらいか、いや136だはい、頑張っていきましょう、あと11分あります、違う、ブラッシュチャンス、残念。今回撮影に協力していただいたこちらフレンド太田店さんの宣伝をちょっとだけ。パチンコ176台、スロット80台、決して大きいお店ではございませんけれども、楽しく打てるね台がたくさんありますのでね、ぜひ一度こちらのフレンド太田店さんね、遊びに来ていただきたいと思います。もちろんね、信頼も、厳選してですけどね、みんなさんが楽しく打てそうな、これ打ちたいなっていう台をね、厳選して導入してますので、そちらの情報は P ワールド、またはメール会員、あとは LINE アットなどね、チェックしていただいて、こちらフレンド太田店さんに遊びに来ちゃってくださいということで、もうね、得意技のバケなんだねーが出ましたけど、この後ねビッグを引くことができるのか、最後までご覧ください。ポンには負けないぞ。やっぱね、こう行ってちょっともみもみまたガーンってね、こうどうしてもノーマルタイプなんでずっとね出続けるってなかなか、まあでもね、この山グラフは己で作るもんだから、うん、うわー
勝。おい、2連続。おい、あちょっとね、今日池袋集合だったんで、ブラーっとね、いろいろブラブラしてて、まあそうそう、寒くなるんで、なんか上着の1個ぐらい買おうかなと思って、まあね、洋服屋さんに入ったら、本革じゃない、本革ではない、なんかライダースのジャケットがあって、まあ、本革じゃないんでね、値段も手頃だったんで、そういえばライダースって着たことないなと思って羽織ってみたらめっちゃ似合わなかったっすお店の人はね、やっぱね、売れてほしいから、いやそんなことないですよ、似合ってると思いますよみたいなこと言ってくれるんですけど、僕が見た感じではちょっとね、似合ってなかった。飲まれた6本目やばい、まあ、47枚貸しなんで、まだビッグ引けばプラスになる。さあもう一回、ああもうジャグレン抜けたよもう一回頼む、レギュラーでもいいからとりあえず光ってくれ。6本目残念はあ、まあいい台なんですけどね、今のところは。おお、よかった。だけどこれレギュラーでしょうどう見てもレギュラーだよこれあ、ビッグだ、よかった。投資してすぐなんでね、プラスですね今のところ。あれ、ここどこだったっけ。フレンド音ね、いい店ね、やりました。今んとこプラス329でしょ、まあ、マイナスっていうか、まあ本当に投資してすぐなんで若干プラスですね。でもやっぱいい台ですね。ちょっとブドウの引きが悪くてね、130ゲームで光って、今も117ゲームで光ってるんで、うん、ラスト、はい、やりやした。あ、俺の時はもう55分。エチガムレンチャンジャスです。エチガムレンチャンジャス、ここに残念。はい、投資が7本。ちょっとね、長い時間打ってしまった。でも長い時間打たなかったらあのビッグは引けなかったからね、うん、はいはい。それでは早速何枚プラスになったのか流してみたいと思います。えいえい、フォンアット渚144枚、1本だろ、ちくしょう、じゃらじゃら、321を超えれば、超えた339枚。はい、ということで今回の結果339枚、危なかった。はーい、実戦終了、実戦終了、ちょっとやったー。ということで今回こちら、フレンド太田さんで実践した棋士は北谷さんのみんなのジャグラー打ちまして、投資が7本だから47枚貸しなんで329枚、獲得枚数が339枚ということでプラス10枚です。やりました本当ちょこっと危なかった。もう本当お前が隣でピノもうポンポン光らせるから、俺もうプレッシャーでプレッシャーでもう本当参りましたよね。本当あの熊酒場の再来かと思いました本当
ポンが引けて俺が引けないみたいな感じだったと思ったんですけど、まあ化け引いてまた飲まれて追加投資したら引けてビッグということで、ギリ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 プラスにすることができましたね。いやもう途中まではね、こんなことだったら歯で吸っとけよかったなんてちょっと思いながらも、でもやっぱりね、やっぱいい台を打つってことが外部に結果につながるっていうことでね、引き続き仕事がちょっとね、撮影の本数がだいぶ減ってきたんですけどね、依頼がある限りは頑張って打ってきますんで、応援の方よろしくお願いいたします。えいえい。